どうも、パピチンです。不器用でも楽しめるペパ周り実況、パート44やっていきましょう。よし、マリオ起きていくよ。前回はですね、KK 兄弟みたいなのを倒して、クッパ城にようやく乗り込めたので、クッパ、救出編となりますね。よし、行こう。マリオくん、折り紙兵どもがいきなり襲ってくるかもしれません。こっから先は気を引き締めてまいりますぞ。はいはーい。お？ なんかすごい楽しそう。でもみんな折り紙されちゃったね。けしからーん。こともあろうか、偉大なるクッパ城を宴会場にするとは何事だ。え、宴会？温泉の後に楽しく宴会だなんて羨ましいですわ。僕は先にお父さんのところへ行ってるぞ。お父さーん。あ、マリオさん、緑のテープも2階に行ってるみたいです。おい、折り紙兵ども、おりおりと浮かれおって、宴会などすぐにやめんかー。やばい。目つけられたぞ。くー、折り紙どもめ。結構な数ですぞ。これだけを相手にするのはさすがに分が悪いですな。まずいですぞ、マリオくん。なんだなんだ。お、突撃、いけいけ、おー。すげえ、戦争になった。おー、お前たち、よくぞ来てくれた。それでこそ無敵のクッパ軍団。さあ、今のうちに坊ちゃんと合流してクッパ様のところへ。じゃあ、まずね、この乱戦をくぐり抜けながら、アイテムを集めていきましょう。よいしょ。伝説のブーツ。話しかけたりする？あ、倒せるんだ、これ。ありがとう、マリオ。へえ。さすがマリオだ。さすがにね、お、話せる。怖くないぞ。さすがにこれ全部はやってらんないので、クッパ様はこの上ですぞ。あべ、当たった。普通にダメージも食らうし。まあ、避けつつ集めてこう。これは倒す。さすがマリオだ。パート1でさ、出会った、田舎クリボー、会いたいんだよな、久々に。あいつ折り紙にされちゃったからな。こんなもんかな、アイテムは。で、行きますか。2階に緑の紙テープが繋がってると。どっちがどっちだかわかんないね、これ。間違って味方踏んづけたりしそう。よいしょ。まずい、やられてる。バトルかーい。触らなければよかった。触らぬ紙にたたりなし。今めちゃめちゃうまいこと言ったでしょ。まあ、多分カットされるだろうけど。じゃあ、これ、味方いるね。このバトル。どうしよっか。味方もろとも？さすがにそれはできないから。で、折り紙は折り紙集めてって感じか。なんかお邪魔系の戦闘になったね。これで。よし。それにしても音楽がかっこいいな。ありがとう、助かったよ。1セントでそんなにもらえるんだ。で、コイン困ってる人には結構ありがたいのかもしれないですね。で、ハートもあって。よし。あばい、セーブできなかった今。あ、マリオ、亀、扉が開かないんだ。これじゃお父さん助けに行けないよ。カードやら鍵をかけられたようですな。私の部屋に合鍵があります。あれを使いましょう。私の部屋はこの下の右の扉から行けますぞ。さあ、早く。
了解。よし、じゃあ右の部屋から行きますか。カメックの部屋。かー、墜落した時のショックでめちゃくちゃですな。私の部屋はこの先ですと、どっから抜けられるかわかりません。あ、どっか抜けられるところはありませんかな。勝手に文章を作って喋ってたの今。これって崩れた柱かしら。これなら私でもなんとかできるかも。どうやんの。できたらよかったですけど、よく考えたらできるわけないですわ。かっかか、心配無用、見ていなさい、オリビア君。ついにカメックの力が。てれってれー。かー、そうそう、これだよね、カメックは。わー、すごいですわ、カメックさん。さすが伝説のお掃除上手。くっくっく、私が本気を出せば、こんなの朝飯前です。さあ、どんどん行きますよ。じゃあ、とっととそういう感じでやってくれ。ありがたい、折り紙。穴がいっぱいあるな、本当に。足りるかしら。伝説のアイアンブーツとかも、ここぞとばかりに出てくるね。伝説の魔法使い、カメック様にかかれば、こんなのちょちょいのちょいです。ちょいのちょいですか。かあ、カメックさんやる、かっこいい。かあ、かっかっか、乗ってきましたぞ。ほら、急いで急いで。か？か？あら、カメックさんノリノリですわね。もう見えなくなっちゃいましたわ。なになになに？あー、髪が。あー、髪が。ギリギリ。ここの柱の裏で消えちゃったよ。あれ？本当にいないじゃん。あれあれあれあ、髪もなくなっちゃった。一枚一枚肖像が違うんだ、クッパの。凝ってるな。ここなんだか暗くて気味が悪いですわ。カメックさんのお部屋で鍵を見つけて早く戻りたいです。本当にどこに消えたんだろう。もう折り紙ないな。これじゃあ後で改めて埋めに行きますか。もうカミカミだな。それでじゃあ入れるところ入ってって、宝箱を見えんかった。よし、開ける。ハリボテワンワン。こっちは？なんか腐れてるとかじゃなくて、なんもないと。あ、カメックの銅像、調べる。あ、ルイージーじゃん。うう。うう？バーンズだよ。あ、下がってきた。で？あ、魔法陣か。これで、どっかベリって。これか。はい。ルイージどんな声だったっけな。うふふ。今頑張って思い出そうとしてんだけど。ねえ、マリオさん、中から変な声が聞こえません？私入るの無理かも。ここで待ってるから鍵だけお願いします。一応じゃあここがカメックの部屋だったのか。まあ。うまそう。違うな。さすがき、いや、違うな。さすがきなきのこは香りが違うな。ダメだ、思い出せねえよ。あれ、兄さん、ここに来てたの、ちょうどよかった。こんな感じだっけ？ついにピーチ用の鍵を見つけたよ。
はん。クッパ城の鍵。クッパを助けに行こう。まさかクッパ城にあるなんて思ってみなかったよ。それピーチ城の鍵じゃなくてクッパ城の鍵？また違うのか、惜しい。お城の鍵は合ってたのにな。でもだいぶ近づいてきたぞ。今度こそピーチ城の鍵を見つけてくるよ。ははー。でも、次は多分ピーチ城の鍵持ってるんじゃないかな。もう終盤も終盤だよね。とってオリビア。あ、マリオさんお帰りなさい。今ルイージーさんがすごい速さでまたどこに行っちゃいましたわ。ところでクッパ城の鍵ありました？あったよ。鍵、オリビアやばい。あの手は、不気味な予感しかしないんだけどさ。そろそろ出てくんのかな？禁断の折り紙とかも。あれ何の手だ？予想できないですね。ここは何もないの？そんなことないでしょ。よいしょ。そんなだって、折り紙使わせといてさ、何もないって。上。ここら辺。これが、いや違うの。この辺、あったあった。なにこれ、キラポイ投げハンマー。知ってるものだった。ここはガボンが宝箱の中入ってる。ってことは宝箱開けなくていいのかな。だってこの裏にフィギュアあるんでしょ。ハリモテパックンフラワー。これあげなくていいですかね。でもせっかくだから開けとくか。ほれ出てこいよ。よし、まあ、折り紙集めついでに倒しとった方がいいかもね。これで、ね、じゃあ戻りますか。でもなんか一瞬マリオ後ろ見たよ。お、スカスカ穴修復率 100% になって、なんか不気味ですね。何これ、所天之助？え、何これ怖いんだけど。じゃあいや、見にくいな。なんかさ、カメラ操作できなかったっけ？これか。上向きカメラでやろう。あ、これでいいじゃん。あぶね。やば。もう、行き過ぎた、もう。キリエヘノッポってんだ。キリエヘ。よし。またなんか新しい形だな。これも倒すか。踏めなかった。意外に身長あるんだよな。何これ？あー、なるほどね。こいつは、まとめられると。これでいいのかな？切り絵ってそういうことね。紙をハサミで切って作る切り絵ですね。この友達にも一人いるんだよな。切り絵作れる人。本当にすごいですよね。ああいうの。器用だなって。
僕が、この、不器用でも楽しめるペポマリ実況って言ってるからには、本当に、不器用なんですよ。こういうのできないんだよな。レーダーは、しまっとく。充電もったいないね。いや、いっぱいいるな、本当に。あれ？誰もいなくなっちゃった。そして、誰もいなくなった。ジュニア、そんな、そんな技があったのか、お前には。で、左の部屋、行けるのかしら。あ、行けた。はー、なるほど。またなんかギミックがありそうな。これは？あー、なるほど、なるほど。これを繋げていくと。そうですね。どこに当てればいいんだろう。あ、この丸い、あれか。丸いあれですよ。丸いあれに、当てると、目が光る。違う違う違う。これで、これ俺はどこを目指してんの？どこに当てればいいのこれ。あ、これか。ここに当てればいいんですかね。ごめんね、ここって言ってもわかんないね。ここです、ここ。このクッパの。でも、これ無理じゃない？ちょっとわかんないですね、これ。飛ばしますか、じゃあ。先に、クッパジュニア、どこに行くか。え？なに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 ？囲まれたよ。あ、ウェーブバトルね。はいはいはい。お会いでいたしますよ、僕が。今んとこでも、切り絵はさ、まとめるだけだからそんなに難しいとは感じてないんだけど。ってことは、こうして。あれ若干、あれ難しくない？難しいですね、切り絵兵。強いですね。イエーイ。折り紙も若干潤ってきた。これキノコでしょ。やった。どうする？先行っちゃう？やめとくか。じゃあ今回は一旦ここで終わりにします。また次回続きからやってきますかね。なんか長そうな気がする。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。